現在のプロ野球で変化球といえばスライダーやスプリット、あとはツーシームが主流です。かつては変化球の代名詞だったカーブはもはや変わり種といった感じもします。ところが現役選手にもカーブの使い手が意外といることをご存知でしょうか。そこで今回は現役とレジェンドを織り交ぜながらえぐいカーブを投げるピッチャーたちについて紹介します。今中慎二は1990年代前半の中日のエースで、高校球界で隆盛を極める大阪桐蔭の一期生です。今中といえば何といっても90から100キロのスローカーブ、140キロ台中盤のストレートと全く同じ腕の振りで投げ込みます。そのためカーブを投げた瞬間ボールが消えたと錯覚するバッターも少なくありませんでした。待ってもボールが来ないので体が前に突っ込んでしまう打者も続出したのです。そんな魔球は怪我の巧妙で誕生しました。92年にピッチャーゴロが直撃して左手を骨折、術後しばらくは手首に力を入れるストレートが投げられませんでした。そのためカーブだけでキャッチボールをしていると独特の抜ける感覚が身についたそうです。握りは緩く親指も添える程度でしたが、この状態でも投げられるのはしなやかな腕の振りがあったからこそでした。ナイター中継が巨人戦だけだった頃、スローカーブに強打者たちがくるくると空振りするシーンは爽快で、歴代最強のカーブに今中を推すファンも多いです。現役選手の中で最強のカーブピッチャーとの呼び声が高いのがソフトバンクのリバン・モイネロです。リリーフとして活躍してきたキューバ出身の剛腕は24年は先発に転向、奪三振率こそ下がりましたが被打率やウィップは相変わらず低いです。支配的なピッチングに欠かせないのが速くて大きく割れるカーブ、縦の変化量回転数とも NPB の平均を大きく上回り、縦変化は60センチを超えています。それでいて球速は120キロ台後半はあるのでドロンと曲がるイメージではありません。変化の秘訣についてモイネロは、他の球種よりも肘を高く上げ手首を立てた状態で投げると語っています。リリースポイントが高い上に大きな落差、肘の位置でカーブだと分かっても打てない、まさに魔球です。後ほど登場しますが、ソフトバンクで監督を務めた工藤公康にあいつのカーブはすごいと言わしめた時点で、モイネロのカーブが現役最強かもしれません。こちらはドロンとしたカーブの代表格、オリックス阪神で通算176勝を挙げた星野信之です。星野のカーブは独特なフォームから繰り出されます。投げる直前まで左手を隠し、小さなテイクバックから投げ込むこともあって球速は100キロに届きません。バッターにとってはボールの出どころが見えにくく、球種の判別も難しくなります。130キロ前後の直球にカーブとフォークだけでも星野には十分だったというわけです。とはいえ球速がこれだけ遅いとネタに困らないのも星野の魅力で、有名なのが素手キャッチ事件。1990年の日本ハム戦、星野が投じたカーブはすっぽ抜けて大きく外れます。これを見た中島聡はミットを運ばず右手で直接キャッチ、しかもこのカーブより速いと見られるボールを星野に返しました。ミットが届かなかったんですとその場を取り繕った中島がパ・リーグ3連覇の名将となったことで、このエピソードも再び注目を集めることになりました。投球フォームの美しさは球界有数と言われるのが西武楽天で活躍を続けている岸孝之。細身ながら芯の通った立ち姿で全身をしなやかに使って投げ込むストレートは球速以上のキレを感じさせます。このタイプはスライダーが得意なイメージですが、プロ入り前の岸もそうでした。スライダーばかり投げていた頃、プロ1年目のキャンプで荒木大輔コーチから遅いカーブを提案され持ち球に加えたのです。その後は縦に割れるカーブが岸の代名詞となり、2008年の日本シリーズでは巨人打線を完全に抑えてシリーズ MVP にも輝きました。岸のカーブは魔球というよりは打てそうで打てないボールです。
球速は110キロ前後で、右バッターが打ちに行ってショートゴロというのがお決まりのパターン。息の長い活躍を続けている岸にとっては欠かせない球種と言えるでしょう。モイネロのカーブをすごいと言った工藤こそが最強のカーブの使い手、そう思っている野球ファンも少なくないかもしれません。1980から90年代の西武黄金期を支え、その後はダイエー、巨人と渡り歩いて優勝請負人と言われた工藤、そのピッチングの軸としてあり続けたのがスピンの効いた大きなカーブでした。愛工大名電時代からの得意球種でしたが、プロ入り後は工藤は球種を増やすことよりもカーブの精度を高めていくことに注力しました。100キロから130キロの10キロ刻みで投げ分けることで緩急自在のピッチングが可能になったのです。工藤のカーブは抜かずにひねる投げ方、バックドアという言葉もなかった頃、ストライクゾーンの外から外角ギリギリに入るカーブのコントロールに心血を注いだそうです。加えて徹底した自己管理によって選手寿命を伸ばし、29年に及ぶ現役生活で通算224勝を挙げました。パリーグで3年連続の投手4冠を獲得し、 MVP と沢村賞に輝いた山本由伸、オリックスからドジャースに移籍したことで野球を知らない層にまで浸透する国民的スターとなりました。そんな山本について必ず言われるのが、全ての球種が一級品で決め球に使えるというコメントです。オリックス時代はフォーク、カーブ、カットボール、シュート、スライダーを巧みに投げ分けていました。ところがメジャー移籍後の山本はカーブの比重が増して、ストレート、スプリット、カーブの3球種での組み立てとなっています。山はそれほど大きくないものの、曲がり始めてからの変化が鋭い山本のカーブはドジャース首脳陣からも早々に太鼓判を押されたのです。日本人からすると少々意外だったかもしれませんが、ドジャースの見立て通り、山本と初対戦するメジャーの強打者たちはカーブにうまく対応できませんでした。甲子園で躍動する KK コンビをリアルタイムで見ていた世代なら、桑田真澄のカーブに憧れた方も多いのではないでしょうか。 PL 学園から巨人に入団した桑田はすぐに頭角を現し、2年目の87年には200イニング以上を投げて最優秀防御率のタイトルまで獲得しました。高校時代の桑田はストレートとカーブだけで投げると決めていたそうで、87年のシーズン前にスライダーを習得したことでプロのピッチャーとして覚醒したのです。桑田のカーブは縦に大きく割れるのが最大の特徴、右ピッチャーのカーブはバッターの肩口から甘く入ると一番危険なボールになりますが、桑田の場合は違います。桑田流カーブは手首をひねらずに抜く感じで、腕は空手チョップのように振り下ろす、そしてリリースの瞬間に中指で引っかくようにするのがコツだといいます。プロ入り後の桑田はスプリットをいち早く取り入れるなど、変化球のコンビネーションで白星を重ねました。それでも桑田にとって一番輝いていたボールはカーブだったのではないでしょうか。2024年の広島森下正人は8月までに10勝を挙げ、チームの快進撃を支えました。森下の持ち味といえばやはり伸びのあるストレート、これにカットボールを交えるのが基本線となっています。しかし森下のピッチングにスパイスを効かせているのが大きなカーブです。投球割合こそ 10% 未満ですが、もっと投げてもいいのにと思わせるような曲がり方をしています。実はこのカーブ、明大時代に先輩の柳裕也に直伝してもらったボールでした。森下にとってプロ野球選手への道を開いてくれた存在の柳から教わった球種は心強い存在でした。カーブによって十分な緩急がつけられるようになった森下はドラ1入団、そしてオリンピックの金メダルへと一気に駆け上がりました。昭和の怪物こと江川卓は作新学院時代から巨人で現役生活を終えるまでストレートとカーブだけを投げ抜いてきました。江川といえば浮き上がるようなストレートが一番の持ち味、特に高めのストレートは抜群で、対戦したバッターのほとんどがボールの下を空振りすると口を揃えています。
それに加えてもう一つのカーブも名手と呼ぶに匹敵するようなボールでした。指が短くフォークが投げられなかったという江川は、抜いたカーブでバッターを屈伸させるのがピッチャーとしてのテーマだったと語っています。伝説となっている1984年のオールスターでは8連続奪三振のうち4つをカーブで奪っています。プロ生活の後半に肩を痛めるようになってからは、縫い目に指をかけてひねる投げ方に変えたそうですが、ストレートとカーブだけで年平均15勝を続けたのですから、すごいとしか言いようがありません。最後に紹介するのは、現役選手で魔球カーブを操るソフトバンクの武田翔太です。武田のカーブはドロップカーブと名付けられているように、大きな落差が魅力ですが、その原点はなんとバレーボールにあったのです。右腕を伸ばして投げる武田のフォームは、小学校時代に取り組んだバレーボールのアタックから来ています。高いリリースポイントから放たれたカーブは、浮き上がったような錯覚によってバッターの反応が一瞬遅れるため、ストライクになりやすいと言います。また握り方も独特です。ボールを挟む親指と人差し指の間隔を狭くするので、抜いたカーブは投げられません。代わりに親指でボールを押し出すような感覚でリリースすることで、球速は120キロ台まで伸びます。リリースポイントの高さとスピードが相まって、魔球のような動きを見せるのが武田のカーブなのです。いかがでしたでしょうか。カーブといえば昭和のイメージがあったかもしれませんが、現役選手の使い手が多いことには驚きましたね。しかもビッグネーム揃いですから、近い将来カーブが完全復権なんて時代がもしかしたら来るかもしれません。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。